お豆腐、それは冷ややっこ。皆さんは漢字をご存知でしょうか。冷たいやつと書いて冷ややっこ。日本語って面白いですよね。アカペラライブも最後のバンドとなってしまいました。寂しいです。寂しいですね。はい、というわけで私たちリッチーがね、前座というわけで今から冷ややつさんやるんですけども、前座担当させていただきます。よろしくお願いします。盛り上がってますか皆さん。はい、ありがとうございます。ちょっとね、すごい混雑でちょっとビビってますよ。緊張しないでいただいて、ビビってます。はい、もう壁舞祭結構中高生見てて多いなって思う。多いですね。はい、いや若いっていいな。あ、いいですね。懐かしいです。ただし彼らは文化祭が終わると、はい、あれが待ってますよ。あれ待ってたんですか。受験。あ、受験。あ、懐かしい。受験やりましたね。なんか得意科目ありました。私、英語と国語ですかね。あ、私も国語得意でしたよ。国語得意の。特に、おこ、て、う、こて。あー、こてんがね。あー、ちょっと笑っていただいていいね。いや、やうけって感じ。じゃあ、その答えを、ぜひ皆さんにも楽しく覚えてほしいなと思うので、うん、はい、その技を伝授したいと思います。ありがたい。リズム刻んでいただいていいですか。わかりました。ぼつか、ぼ、ぼつか。今は昔、竹取りの輪になというもの、やりけん沼にバチュリーの竹を取りつつ、飲むことに使いけんのば、先のがことないけん。改めまして皆さん、
4年生学年バンドの冷ややつと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、もう私たちにとって最後の岐阜祭が終わろうとしているんですけれども、そうですね、まあ、最後の4年生なので最後の壁風祭なので、何かみんな一人ずつですね、何か一言ずつお伝えできたらなと思うので、はい、いきましょう。はい、リコです。3年前にこう入部していろいろあったんですけど楽しいことがたくさんあったので、この最後のステージを今この入部3人と4人でさせることを本当に嬉しく思います。ありがとうございました。それでは聞いてください。まだ私言いたいから、あっちも言いたいから。じゃあ次は私が、林ライスが好きで早部っていうあだ名になってるんですけど、一言、今日は静岡の富士山を来てきました。はい、学生サークルゴス4年のモッチーと申します。よろしくお願いします。はい、私だけこの3人と違って2年生になってから入部したんですけれども、本当に2年の当時にこのゴスペルサークルゴス入部することを決めて本当に良かったなと思っています。そうですね、まあ、このゴスペルサークルゴスに入らなかったら会場の皆さんとお会いすることもなかったですし、大学の皆さんとも仲良くなることもなかったので、本当に、入ってゴスに入って良かったなと思っております。ありがとうございます。じゃあ私が最後に、なんでポルトンって名前がついたのかわからないポルトンなんですけど、もう先輩方も覚えてないレベルなので、はい、そこを割愛します。何を教えてるかな、何か同じことを言ってるんですけど、例えばここで最前列を陣取ってですね、見てくださってる先輩方ですとか、今日は他の大学、それこそ豊橋だったり静岡市だったり浜松だったりですね、来ていただいたゲストさんだったりとか、わざわざですね、他大学から見に来てくださったそこら辺の方々もいらっしゃるので、本当にありがとうございます。まあ、こういう人たちはやっぱりゴスに入らないと出会えなくてですね、で何よりも牧陽子と菊池日向と杉地美希と、はい、ですね、多分そこら辺に控えてないですね、そこら辺で見てくれてるゴスの後輩35人と、あとはインドネシアとかになんか何人かいるんですけど、1人か、インドネシアは1人ですね、はい、今日出れてない子もいるんですけど、そういう子たちに出会えたのが本当に良かったかなと思っております。はい、はい、よろしいですかね。はいはい、というわけで最後の曲、ありがとうございます。はい、最後の曲移りたいと思います。それでは聴いてください。スピッツさんでチェリI'm not afraid to die.
歩いてもたどり着けない、アカペラはこれで全部終わっちゃったんですけれども、まあ、私たちゴスペルサークルゴスなので最後はみんなで1曲お届けしたいなと思います。はい、おいで、みんなおいで、みんなおいでよ、みんなおいでよ、次の曲なんですけれども、まあ、私たちさっきも言ったんですけど4年生学あの同期バンドということで4年間、まあ、4年ってまあ1年が4回なんですけど、あの1年365日8760時間、はい、52万5600分、はい、ね、長いようで短いようなこの時間を、まあ、いろんな測り方があると思うんですけれども、私たちは今回はゴスへの愛で測ってみようと思います。はい、はい、それでは大丈夫そうかな、もうちょっとかな、ちょっと待ってくださいね。ちなみに私あの屋台のお好み焼きすごい好きなんですけど、皆さん食べられましたか？食べてないですか？食べられましたか？食べましたよね。370円で美味しいお好み焼きなんで、ね、もう終わっちゃうんですけど、マレークの場所違うのね。じゃあ準備できたみたいな、最後じゃあ1曲、はい、お届けしましょう。はい、シーズンズオブラブ。Time that he cried, he bleeds his hero.
無所謂さしだありがとうございます。なんか完全燃焼しましたか？しましたね。ついに友達も来てくれる